動画をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。今回は、土曜日に阪神競馬場で行われます、第25回チューリップ賞を展望していきたいと思います。担当は私、青木と、西村です。よろしくお願いします。まあ、今回からね、G2 に格上げということで。はい。はい、あ、そうでした。そうなんです。今年から賞金が上がっちゃって。知りませんでしたね。はい、やっぱりね、その分メンバーもね、阪神 JF の1、2、3がね、揃って出てきたんでね、はい、なかなか、消灯しながらいいメンバーとは思いますが、まあ、早速本命教えてください。そうですね、僕はディディノーブルにしましたね。うん、まああのラッキーライラックにね、年末まあ負けましたけれどもね、はい、あのレースだけ見れば、まあ、ラッキーライラックの方が強いというレースぶりではありましたけれども、うん、まあ、当時ね、まあ、いかにこうその前の白菊賞で負荷をかけない勝ち方だったとはいえ、ディディノーブルはね、中1周での臨戦でしたしね、はいはい、やっぱりこうどういうんでしょうか、準備期間というかね、うん、やっぱりこう新馬から数えてもまだ1ヶ月ちょっとしか経ってなかったわけですし、うん、ちょっとこう押せ押せというかね、うん、そういう感じありましたよね、はい、うん、今回まあ一息入れて、先週までハンドしかやってなかったんでね、その点どうかと思ったんですけど、今週コースでやってきて行ってきたんですけどね、うん、馬体もボリュームが出て、うんうん、動き、まあ、阪神ジュビロ・フィールズの当時より迫力はね、馬体も動きもありますし、はい、攻めはいつも動くタイプとはいえ、うん、いいなと思いましたね、はい、2歳この時期の3歳牝馬としてはかなりこうスケールが大きいというかね、この調教のイメージ走りなら、うんうん、あの阪神ジュビロ・フィールズが実力じゃないなと、うん、まだこう奥があるなっていうのを感じさせるのにね、十分な今週の気配だったなというふうに思いました。うん、そうですね。青木さんはもうこれ、まあ迷ったんですけども、一応ね対抗にはしたんですけれども、まあ、本当にまあ本命のライッキーライラックの方なんですけども、うん、まあこれも枠順とかね、立ち回り同地のポジションとかでね、十分逆転はあるんじゃないかと見てますね。枠がね、今回リリーの方がね、ラッキーより外に入ったんですよ ね、 ラッキーをね、今回ちょっとマークしていく形もひょっとしたらあるんじゃないかなとか思ったんで、そういう辺のね、あの立ち回りでは本当に逆転は十分あるかなという本命対抗なんですけどね。で、対抗はラッキーだよ、はい、動きも、まあ、まあまあかな。そうですね、まあ特にね、まあ、ちょっとね、施設をギュッと上げるようなフットワークが元からですけれども、うん、まあ、体もこれもちょっと大きくなってるなというイメージ、うん、まあ、推定バター見てもね、16キロぐらい増えてるんですかね、うんうん、まあ、それでも仕上がりはいいと思いますしね、うんうん、やっぱり決め手はこの馬はあるなというところなん で、 そうです、ね、僕としてはディディ・ノーブルの方が前に行ってほしいなとは思ってるんですけどね。ああ、そう、うん、そういった面でやっぱりちょっとアドバンテージ取りたいなというところはあるんですけれどもね、うん、なるほど、まあまあ、はい、まあ、やっぱり一応2人とも上位にとはその地盤の1、2着馬になりましたけどね。で、次黒さん、次ね、サラキアにしました、うん、これね、実はね、デビュー戦光り輝くノーマークだったんですけどね、私だけ、みんな本命しようところね。ああ、そういえばそうでしたね、あれは間違いでも何でもなくって、うん、長距離見る限りではちょっと前さばき硬いし、一周前のハンドの映像があのね、JRA のレーシングビアにも上がってたんですけれども、うん、全然もう肩出てなくって、うん、コースで見たけど硬いと思ったけど、これ、まあ、脚力はありそうだけど芝でこの状態でどうなのかなと思ったんですよね、うん、ただまあ終わってみればボコンと出遅れながら、まあ楽勝と、うんうん、まあ、もう恐れ入りましたというところでしたけれども、うん、まあ、今週の稽古を見る限りではね、そこまであ気のせいということはないでしょうけれども、うん、あのそこまでこう硬さも感じませんでしたしね、うんうん、やっぱりちょっと間違っとったんかなという感じがありましたけ、ね、ど、まあ、センスの良さとね、はい、まあ、大きな上積みまではないかもしれないですけれどもね、うんうん、やっぱりそこに期待しました、はい、僕逆にね、そのサラキはね、今週の映像を見て、あ、ちょっと前硬いなと見たんですけど、じゃあ前もっと硬かったですね、一回見てください、ハンドをね、デビューの1週前の時ね、まあ、あのご覧の皆さんもレーシングビア見れる方はね、見てもらったら分かるんですけれども、うん、前がこうもう出てないような、あ、そうなん、ハンドだから余計だと思うんですけどね、まさかになってるからね、うんうん、思ったんですけれども、まあね、強かったんでね、本当怖さは感じるんですけど、まあ、ペースが遅かったとはいえね、時計がこれ前週の未勝利戦よりちょっと1秒ぐらい遅かったんでね、その点でレベルとかがね、どうだったのかなと見て、一気のね、相手強化なんで印が、うん、届かなかった感じですね。まあ、当然でも怖さは本当にあるとは思います。はい、はい、マウリアが次かな。はい、マウリア、青木さん3番、僕は3番ですね。前走をね、どう見るかですけど、うん、ちょっと物足りませんでしたよね、うん、なんか好意のいいんで割と普通に流れ乗って普通に負けましたからね、道中いい感じかなと見ていたい、最後も7着になりさんぐらいの内容だったし、内容としてはごく平凡だったかなというふうに思いますけれども、ちょっとやっぱり2ヶ月空いて
った分はあるのかなと、うんうん、今回稽古しっかりやってきてというところですかね、はい、ちょっとやっぱペースも割とクイーンカップ早かったんでその点で相手足つかわされてる感じがあるのかなとは思ったんですけどね、はいはい、分かりました、あとは、以下はカレンシリエージョとね、うん、スカーレットカラーに打ちましたね、うん、カレンはねなんかこの中間一回稽古見ていいなと思ったんでね、はい、それだけなんですけれどもね、なるほど、まあ、北海道の内容はまあ強かったですしね、うんうん、まあ、ここ2戦全然ですけれども、そうですね、うん、だから前走はちょっとなんか何もなかったなという感じは受けたんやけども、まあ ペースとかもあったんですかね、まあこの決闘なんでね、お姉ちゃんもアドマヤリードですしね、うん、もう戦2戦ではやっぱり長かったのかなというのもあると思います、はいはい、うん、まあ、ひょっとしたらというところで、うんうん、まあ、ただ上位2頭を脅かすまでいくかどうか微妙なところですけどね、うん、まあ、一応おまけで2頭打ったというところですね、はい、青木さんは、まあ、一応まあレッドランディーには打ちましたよね、まあ、前回エルフィンねちょっと出遅れたんですけどもね、姉妹はまあ結構伸びていたんで、まあまあ一応ね、カッコはつけたんで、まあまああの内容やったら抑えておこうかなといったとこですね。あとまあシグナライズはね、前回ちょっと行きたがるようなシーンもあったんで、まあこうさやかちゃんがね、結構引っ張ってくれて、ピタッとね、折り合いつくようでしたら、もうちょっとやれてもいいんじゃないかなと思いました。うん、はい、まああとはね、さやかちゃん、まあ人気がなくなってきた逃げ馬ってやっぱ結構怖いんで、一応抑えておこうかなと思いました。まあ頭数もね、いいと思いますんで。そうですかね。はい。ただなんかね、年末からちょっと動き悪いなと思う。あ、さやかちゃん。うん。うん、この中間はそこまではあれですけれどもね、それがちょっと結果に、うん、まあ、花消えたいことが大きいかもしれないですけどね、うん、まあ、前2、3走前はね、うんうん、だからちょっと体がなんかちょっとシャープになってきたかなという映像を見て受けたんでね、なん僕は上向いてきてるんかなという気はしたんですけどもね、うん、まあ、その点で一応抑えということにしました、はい、じゃあ馬券はね、もうリリーノープの単勝だけにします。あ、はい、でもまあまあまあ2番人気でしょうね、でも意外とそんなあれなんじゃないですか、ひょっとしたら1まである、1番人気まである、いやそれはないと思いますよね、さすがにラッキーで、そんなすごく美味しいほど作ってることはない、まあ、その2頭のオッズが意外と拮抗するのかなって感じは予想してるんですけど、それでも単勝でいきたいですね。わかりました。青木さんは、私はまあちょっとね、安いかもしれないんでちょっとオッズをね見たいんですけども、一応ねこのラッキーライラックとリリーノーブルの、まあ、2頭軸の3連複ですね、はい、で相手がね、マウレア、レッドランディーニ、シグナライズ、さやかちゃんと、もしこのさやかちゃんあたりがね、間違って来てしまった、まあ、間違ってくるんだけど逃げ残ってしまったらね、はい、逃げ残るような形になったら結構ね、高配当もあるんじゃないかというところで、まあ、ちょっと当日のオッズもね、確認したいなとは思ってます、はい、まあね、こんなところですね、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。